皆さんこんにちは、久保田です。本日は9月の8日、9日に三沢市議会の一般質問が行われることについて発信いたします。令和4年三沢市議会第3回定例会が9月の5日に開会しまして、9月の8日、そして9月の9日に一般質問が行われます。今回は9名の議員が一般質問を行います。私はトップバッターとして9月の8日の午前10時から地域活性化企業人制度の活用についてと市職員と外部人材の連携についての2点を質問いたします。それでこの質問の趣旨なんですけれども、地域活性化企業人制度というのは地域おこし協力隊に似た制度で、外から人を引っ張ってくるときに使える制度になります。1人年間560万円まで国がお金を負担するので、三沢市の負担がほぼなく使える制度となります。なのでこのようなですね、お金をあまりかからない制度を使っていくべきではないでしょうかということで質問を行います。他にもですね、8名の議員が一般質問を行います。それぞれの議員の一般質問の内容については、三沢市議会のホームページから質問の項目を確認することができます。ぜひ一般質問の傍聴にお越しいただければ幸いです。また三沢市議会では今ですね、情報発信に力を入れておりまして、一般質問の様子を YouTube にて動画で確認することもできます。後日 YouTube に動画がアップされますので、そちらもですね、ご視聴いただければと思います。本日は動画を最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひ別の動画もご覧いただければと思います。それでは失礼いたします。